それだけじゃない。記憶の移植、バックアップ、外部保存、そういうことができるようになる。つまり、お前はこう言いたいのだな。 D メールと同じ要領で被験者の記憶を含む脳内情報を光信号として取り出し、それを LHC で発生させたミニブラックホールを利用して超圧縮、36バイトプラスアルファのサイズにまでして、電話レンジカッコ仮で生成したカーブラックホールのリング特異点を通過させ、携帯電話を通して過去の被験者自身の脳に記憶だけをぶち込む。どういうこと？ This is very complicated. 記憶だけの時間跳躍、物理的転送によるタイムトラベルと区別するために、仮にこっちはタイムリープと定義しましょうか。肉体を含めた物理的転送ではなく、記憶だけを過去へと跳躍させる。あまりに突飛すぎて誰もまともに考えようとしなかった方法。ポイントは転送するのは記憶だけってこと。人格や意識についてはこれに含まない。どういうことだ？ SF 小説でよくあるタイムリープとは何か違うのか？ SF とかでよくあるタイムリープは意識、人格、記憶の全てが跳躍している。でも意識や人格まで含めるとデータ量は膨大になるだろうし、そもそも私の研究室が解析できたのは記憶の部分だけだから。意識、人格と記憶は別と考えて。記憶はコンピューターでいうところの画像データや映像データと同じ。それに対して意識と人格はいわば OS ということになる。容量ってことなら、OS より画像や映像の方が大きい場合もあるじゃん。あくまで例えよ。そもそも人格や意識って未だにどこにあるのか、どんな仕組みでそれが成立してるのか、はっきりしないの。Basically, we're all just computers. だからそれをデータ化して移植するのは少なくとも私には無理。記憶だけの場合、どんなデメリットが予想される？パーソナリティは記憶だけで形成されるわけじゃない。だから記憶を転送しても転送先の意識や人格に依存する。マインドーズで言うと、ビスタの入ってる PC で作ったデータを95の入ってる PC にコピペするって感じか。That's actually kind of a good analogy. I'm slightly surprised. 最新の OS で作られたデータが旧式の OS でちゃんと動作するかはわからないわけ。何らかの不具合が出るかも。それに、例えば小学生の頃の自分に今の記憶を転送した場合、記憶と肉体のギャップのせいで精神的な障害が起きるかもしれない。いずれにせよ、過去の自分の体に転送することが前提条件だという認識で正しいか。 D メールと同じように携帯電話を介して行われる跳躍だから、正確に言うと過去の自分の体で、なおかつ
携帯を持ってる時点までしか跳躍できないと思う。それに飛ばされた先が同一人物じゃないと、例えれば電気信号がマッチングせずに弾かれてしまう恐れも。そもそも他人の体に入っちゃったら大変だしね。まあ僕的には可愛いおにゃの子の中なら喜んで入るけど。Comes up with a good analogy and then just goes straight back to dumb bullshit. うへへじゃないわよ、バカ。弾かれるだけならいいけど、もしかすると深刻な人格障害まで起きる恐れがあるのよ。どんな結果になるかわからない。人類初の試みだから。はっきりしているのは、自分が生まれる以前へは絶対に行けないということ。自分が二人同時に存在することはないっていうことだから。タイムパラドックスが発生する心配はない。自分が生まれる前に親を殺すことはできないの。携帯がブラックホールとホワイトホールの代わりということだな。俺だ。全ての点が一本の線でつながった。ああ、計画はこれより最終段階に入る。無論、オペレーションベルダンディのことだ。クリスティーナにはまんまと騙されたが、彼女のラボメン加入は我らにとってまさにシュタインズゲートの選択通りだったというわけだ。案ずるな、うまくやってみせるさ。今の俺たちは無敵だ、エルプサイコングルー。今言った通りだ、クリスティーナよ。これよりオペレーションベルダンディを開始する。いや、少しはどういうことか説明しろよ。お前の言うタイムリープ案を全面採用すると言っているのだ。ちなみにここまで俺をその気にさせておいて、脳内情報のデータ化はここではできませんなどとは言わせんぞ。まあ秋葉原ならパーツも揃ってるからなんとかなるとは思うけど。決まりだ。これよりお前を作戦主任に任命する。俺やダルをこき使って構わん。人類史上初のタイムリープマシンを完成させるぞ。 I have so many time machines in here.マユリ、帰らないのか？あのね、さっきのオカリンやクリスちゃんの話を思い出してたの。思い出してね、なんとか頑張って理解しようと思ったんだけど、ダメだったよ。ただね、なんとなくわかるのはすごいことになってるみたいっていうことかな。いかにも人類は新たなる段階に進むことになる。そしてそれは
このラボから始まるのだ。眩しいな。眩しい？どういう意味だ？ I'm just hitting stuff. Get out of the way. オカリンもクリスちゃんもキラキラ輝いてて。それはこの俺、鳳凰院教魔が放つ狂気のオーラだろう。あのね、クリスちゃんが入ってきてからそろそろ10日ぐらいでしょ。その間マヨシーが感じたこと言っていい？クリスちゃんがラボメンになってね、なんだかラボの空気がビシッと引き締まった感じがするんだ。認めなくてはならないな。確かにあいつの知識は凄まじいものがある。そしてそんな天才少女を仲間に引き入れたこの俺、鳳凰教魔の功績もまた素晴らしきものだと言わざるを得ない。だからね、眩しいの。クリスちゃんはラボとオカリンにとってすっごく役に立ってるでしょ。でもね、マユシーはあんまりオカリンの役に立ててないのです。マユシーももっと頭が良かったらな。そしたらオカリンの役に立てたのにね。マユリ、マユリ、今日は星を見ないのか？このラボを作ったばっかりの頃、ダル君もいない頃にね、よくこうして二人で静かに過ごしてたよね。ああ、そうだな。これからもここにいてもいいのかな。くだらないことを言うな。マユリはここにいるだけでいいんだ。いるだけ？お前がいなかったらこのラボはもっと殺伐としていただろう。特に俺と助手は水と油みたいなところがあるからな。互いに意見をぶつからせて喧嘩になってもおかしくない。だがそんな時にマユリが空気の読めない能天気コメントを発することで殺伐さが中和されるのだ。褒められてるのかな。もちろん褒めている。何も案ずるな。お前がここにいるのは俺にとっては計算のうちなのだからな。そっか、ありがとう、オカリ。It's a gross time here, Humble. お腹空いちゃった。おでんか温めようっと。オカリも食べる？ああ、もらう。じゃあちょっと待っててね。